ウトドアタイムドットチャンネルの中村です。今回は小田原市にある蘇我梅林を見に行きたいと思います。それではレッツトレッキング。始まりました。今回は蘇我梅林を見に行くということで、蘇我梅林には去年も訪れておりまして、去年は時期が早かったのか少しのエリアしか咲いてなかったんですよ。なので今年は壮大な梅林の景色を絶対に見たいと思い来ました。ただ去年は蘇我梅林の近くにございます蘇我丘陵の見晴らし台の近くの梅は綺麗に咲き誇っていたので、いやすごく感動しました。それでスタートは小田急線開成駅からスタートしまして、今いるところは酒匂川沿いを歩いております。酒匂川沿いいいんですよね。以前西丹沢にある大野山を登った際に酒匂川沿いを歩いて向かったんですが、ここから見える景色見てください。富士山でしょ、矢倉岳、明神ヶ岳、あとは松田山、東側は蘇我丘陵も見えて、それと緑豊かな水田地帯が広がって、本当にねのどかで、いや本当に癒される場所なんですよね。いや酒匂川沿いで癒されながら蘇我梅林に期待を膨らませて、今回も新しい発見、新しい景色にドキドキワクワクしてきました。それでは行ってきます。
今ですね、開成駅から佐川川沿いを歩いて蘇我梅林に向かっている途中です。その向かっている途中にひょうたん池というところに着きました。いや、すごい、本当にひょうたんの形してます。めちゃくちゃ可愛いですね。それで深さはそんなに深くないですね。足首よりちょっと上ぐらいですかね。いや、ただ本当にひょうたんの形してるんで、いや、めちゃくちゃ可愛い。いや、いいですね。すごくもう気に入りました。それで今の時刻がもう少しで12時でございます。なので、いいベンチとテーブルが出てきたらそこでランチにしていきたいと思います。今ですね、先ほどのひょうたん駅からちょっと先に行ったところに大井高校という高校がございまして、その横に雰囲気のいいベンチとテーブルが出てきたので、そちらで愛妻弁当をいただきました。それで今回の愛妻弁当はお稲荷さんでございました。いやー、やっときましたね。最近お稲荷さんなかったんでね、いつ来るのかなってずっと待ってたんですよね。そしたら今日でしたよ。いや、嫁さんのお稲荷さん大好きなんですよね。本当に美味しいんですよ。それと豚肉とアスパラの肉巻きとかも入ってましたね。いやー、本当にね、今回もね、いや、大満足ですね。美味しかったです。ごちそうさまです。それとですね、ここすごくいいとこですね。松田町にあるハーブガーデンがここから見えるんですが、多分ハーブガーデンの桜ですかね、山の一部がピンク色に染まってるんですよね。いや、こっから見ても綺麗ですね。いや、行きたいな。ただ今日はね、蘇我梅林なんでちょっと諦めます。それと表尾にも見えるんですよね。遠野岳でしょ、二の塔、三の塔。いやー、いいですね。あともう一ついいものが見えます。大山がちょっとだけ顔を出してくれてるんですよね。いや、最高ですね、ここ。いやね、こんないい眺めを見ながら愛妻弁当をいただきました。それではこの後は蘇我梅林まで約6キロでございます。引き続き行ってきます。今ですね、佐川川沿いを歩くのはここまでにしまして、これから東側の方に進みます。ここから蘇我梅林の途中に上船賀公園という公園がございますので、そちらを抜けて蘇我梅林に行きたいと思います。それで佐川川沿い、いや、
もう終始もう絶景ですね。いや本当に歩いてて飽きないです。もうこのまま酒場川沿いを歩いて相模湾まで歩きたいぐらい、本当ずっと景色がいいですね。それでは引き続き行ってきます。今ですね、上船舶公園に着きました。いや、ここの公園すごくいい公園ですね。すごく大きな広場だったり、あとは遊具がねたくさんあったり、それと立派なね野球場だったりとね、いやすごくいい公園ですね。それと曽我丘陵がね真横に見えてね、うん、すごく気持ちがいい公園でございます。それではね、この後最後曽我梅林まであともう少しです。引き続きできます。今ですね、曽我梅林に着きました。いやー、やりましたね。去年より咲いております。この咲き誇る姿に圧巻されております。いやー、来てよかったです。それと去年も言いましたけど、本当にいい香りで、いや五感でね春が近づいてきてるのを感じることができますね。それではね、この後曽我梅林を歩かせていただいた後は神津駅まで行って、今回の曽我梅林の会を終了していきたいと思います。